ーツの趣味部屋へようこそ。今回はね、あの事件から数日経ちましたね。はい。一番くじのね、スーパーサイジン4の悟空。はい。あれがね、その後どうなったかっていうね。まあ、途中経過なんですよね。うん。まだ、完璧ではないんですが、一応ちょっとね、見れるぐらいまではなったんで、ちょっとそれをね、ちょっと見てもらおうかなと思います。はい、こちらです。はい、どうです皆さん。おー、スマイル検知するようになったぞ。わかります？ちょうどいいぐらいに目の感覚良くないですか？あのね、一時期のっぺらぼうになったけどね、ここまで一応自分でやりましたよ。はい、一応ね、目の色は金色に塗りました。はい、うん、で、左のね、左っつうか右目か、右目もね、あのあと、綺麗にごっそりとのっぺらぼうにして、また、ね、新たに描き足しました。はい、あんま近づけるとね、粗が目立つんでね、近づけたくないんですよ。一応ちょっとね、自分の中でも満足しちゃってるんでね、まあ、一応手直ししようとすればね、いつでも、のっぺらぼう状態でリセットすることができるんで、はい。まあ、とりあえずこの状態で一番満足ですね。うん。まあ、このぐらいの感覚がいいかな、目はね。まあ、人によりけりだけど、もう俺はこれで満足してる。うん、スマイル検知がね、結構頻繁にするんでね、一応人の顔として認識してますよ。うん、一応まあ、あと墨入れは顔の方はしてますね。まあ、胸とかの部分は前回ね、失敗つうか、うん、ちょっとクリアブラックでね、エアブラシで塗っちゃったら、溝に見事にね、溜まっちゃったっていうので、まあいいかこのままでとも思ってるんですけどね。うん、いや、どうです、うわ、めっちゃかっこよくなったと思いません？自画自賛だけど。まあ今ね、一応台座とあとプレートを今ちょっとエアブラシでちょこちょこっとやってます。はい、なのでね、完成形できましたらまた再度アップします。まあ一応ね、こんなところで、あとベジータもやんなきゃいけないからね。ちょっと先長いな。はい、ということでね、途中経過ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。